こんにちは、円谷健康クラブの小池です。いくつになっても自分のことは自分でできる体づくりを目指して、一緒に体を動かしましょう。いつも行っている運動教室では毎年体力測定をしています。はじめに10年くらい続けている方の記録を紹介したいと思います。こちらをご覧ください。握力、片足で立っていた時間、10メートル歩く時間、最大一歩幅の4つの項目を見てみましょう。 A さん、72歳の時と10年経った81歳の時を比べると、握力は少し強くなっています。片足立ちは同じ60秒、10メートルは速くなっていますし、一歩幅も長くなっています。次の B さんは83歳の時と8年経った91歳の時では、握力は強くなっています。片足立ちは同じ60秒、10メートルは速くなっていますし、一歩幅は6センチ短くなっていますが、ほぼ同じぐらいです。このように70歳、80歳からでも体力を維持できますので、少しでも運動をしましょう。では体を動かします。それでは体力をつけるために全身運動や筋肉をつける運動をしましょう。まずはじめに体をほぐしてから行います。それでは足踏みを30回行いたいと思います。背筋を伸ばして腕を大きく振って行いましょう。では行きます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、じゃあもう一度30回いきましょう。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。次は下半身の筋肉をつけるスクワットをしてみましょう。足は肩幅に開いて、つま先は少し外に向けてください。腰を下ろした時に膝がつま先より前に出ないように注意してください。はじめは無理のないように膝を軽く曲げるぐらいから行ってみてください。それでは5回やってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8、5、2、3、4、5、6、7、8。次は片足だけの足踏みをしてみましょう。最初は右を8回、左を8回。次は4、4、2、2、1、1、パンと続けてみましょう。では右の8回からです。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、4回です。1、2、3、4、1、2、2回です。1、2、1、2、1、1、パン。できましたかね。もう一回やってみましょう。じゃあ右の8回からです。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、4回です。1、2、3、4、1、2、2回です。1、2、1、2、1、1、パン。じゃあ次は前後に動いてみたいと思います。じゃあ行きます。せーの、
1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、足はずっとこの動きです。じゃあこれに両手をつけたいと思います。前後ろ前後ろ1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、今度は片手をつけます。1、2、3、4、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 はい、終わり。今度は同じように右と左に動いてみましょう。じゃあ行きます。せーの、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。今度はこれに両手をつけます。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。今度は片手ずつです。1、2、3、4、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 はい、終わり。じゃあ今度は今のを前後ろ右左と続けてみましょう。じゃあ前からです。せーの、後ろ右左前後ろ右左前後ろ。今度は両手をつけます。前後ろ右左前後ろ右左前後ろ右。今度は片手ずつ。3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4。はい、終わり。全身を動かした感じはありますか？疲れたところは自分でほぐしましょう。では次は脳トレです。えんや健康クラブの松塚です。それではこれから脳トレをやってみましょう。手足の動きを覚えて真似をする脳トレです。手と足はこのように全部横に出す動きです。それでは動いてみるので覚えてください。いきます。1、右手。2、左手。3、左足。覚えましたか？それではやってみてください。せーの、1、2、3。できましたか？それでは答え合わせをしてみましょう。せーの、1、右手。2、左手。3、左足。できましたか？それでは今のような感じで次もやってみましょう。今度は4つの動きをします。せーの、1、右足。2、右手。3、左足。4、両手。はい、覚えましたか？それではやってみてください。せーの、1、2、3、4。はい、できたでしょうか？それでは答え合わせをしてみましょう。いきます。せーの、1、右足。2、右手。3、左足。4、両手。できましたか？それでは
今度は5つの動きをやってみるので覚えてください。せーの、1、右手、2、左足、3、左手、4、右足、5、左足。はい、覚えましたか？それでは早速やってみましょう。せーの、1、2、3、4、5。はい、できましたか？それでは答え合わせをしてみましょう。いきます。せーの、1、右手、2、左足、3、左手、4、右足、5、左足。はい、できましたか？それでは次です。次も5つの動きです。それではやってみるので覚えてください。せーの、1、左手、2、右足、3、両手、4、左手、5、左足。はい、覚えましたか？それではやってみましょう。せーの、1、2、3、4、5。できましたか？それでは答え合わせをしてみましょう。せーの、1、左手、2、右足、3、両手、4、左手、5、左足。はい、できましたか？それでは最後です。次は6つの動きをしますのでよく見ていてください。いきます。せーの、1、左足、2、右手、3、左足、4、両手、5、右足、6、左手。はい、覚えましたか？それでは忘れないうちにやってみましょう。せーの、1、2、3、4、5、6。はい、できましたか？それでは答え合わせをしてみましょう。せーの、1、左足、2、右手、3、左足、4、両手、5、右足、6、左手。できましたか？脳トレは上手にできなくても大丈夫です。楽しんでチャレンジしてみてください。いかがでしたか？時間を見つけて少しずつやってみてください。いやー、体が動かしやすくなった ね。頭も冴えてきましたね。ぜひ続けてみてください。